シロビエマシーヌイは2000年に設立されたロシアのエネルギー関連機械製造会社。英語訳であるパワーマシーンとしても知られており、ローマ字ではシュラビマシャイニーと表記し、略称はシルマッシュ。本部はロシアのモスクワ。シロビエマシーヌイは2000年に以下の企業の合併によって創立された。シロビエマシーヌイ社の工場ビル、サンクトペテルブルクシロビエマシーヌイは、 原子力発電所用タービンを含む1 2 0 0ムーまでの容量を持つ蒸気タービンを製造している。契約済みのものには、レニングラード第二原子力発電所や、ノボボロネジ第二原子力発電所のタービン発電機などが含まれる。ロシア国内に加え、アジア市場の57カ国にも機械を供給している。2009年12月31日時点で69.92%の 株式は、アレクセイ・モルダショフが運営するハイシュタット・リミテッドが、保有している。その他25%をシーメンスが、5.08%を、複数の小投資家が保有する、取締役会のメンバーは、以下の8人である。コメルさんとは、消息筋不明ではあるが、シーメンス AG は、市場価値を下回らない2億8000万ドル以上で、白ベイマシーヌイの株式を、 ハイシュタットリミテッドに売却したとの情報を報告した。新聞によれば2011年12月に売却が行われ、結果、ハイシュタットが95.3%を保有するようになっている。ありがとうございます。